はい、どうもサックでーす。高橋でーす。今日はですね、難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください。教えてください という本のご紹介したいと思います。今すぐに教えてください。もうすごく求めてる。結論から言ってください。結論から。まあまあ待ってくださいよ。この本ですね、こちらの本です。まあど素人に対してお金のプロの方が教える、そういう本になっております。この本どんな本かと言いますと、この本はお金のプロが素人にお金の増やし方を教えてくれる本になります。皆さん、お金の不安ありませんか？不安しかない。ですよね。職を失ったらどうしようとか、将来年金がもらえなかったらとかね、この貯金で将来暮らしていけるのとか、まあいろいろあると思うんですよ、うん、未来のこと考えるとね。がんじがらめ。がんじがらめでしょ、お金に。この資本主義社会ですね、お金の不安がなくなることっていうのはね、ないんじゃないかなと。まあ思ってしまいますよね。思いますよね。銀行に預けても金利超低いじゃないですか。ね、ぶっちゃけね。500万預けても、まあ、半年で1000円、今やったら1000円もいかないんじゃないかなぐらいですよ、正直。の割に ATM の手数料は1回200円。なんじゃこりゃと。5回下ろしたらペイ。そういうことです。すぐペイ。そうなんですよ。そんな中、今、声高に言われているのが、投資しろってやつですよね。投資ね。よく言われますよね。もう、パワーワードですよね。ですよね。みんな言ってる。でも完全な素人が、なんか投資とか言われたら、ちょっと怖くないですか？わかる。わかる。すごくよくわかる。そんな投資とかお金の運用とか怖いし、もう全然わかりませんって人向けに書かれたのが本書になるわけですね。この本では山崎はじめさんっていう方がお金の解説をしてくれるわけなんですよ、はい、この方ね、やばいです。さっきの本で言うとこの方です。この方なんですけど、はい、この方やばくて、東大を卒業後三菱商事に入社。入社。その後投資信用会社や保険会社など12の金融関係の仕事を経験されてる。つまりお金のスーパープロなんですよ。お金のスーパーマン。スーパーマンです。お金のスーパーマン。そういうことになります。え、金の王。金王。金王。金王みたいな。そこまでか分かんないですけど、まあ、そんな方が素人にもできるレベルでお金のことを教えてくるわけですね、はい、この本はね。世の中には知ってるだけで得する知識っていうのがね、たくさんあるわけなんですよ、はい、それを知って損したくないっていう人はぜひ最後までご覧ください。はい、ということで内容入っていきます。お願いします。サックとカガシのおしゃべり本要約。今回は2つのトピックについて話したいと思います、はい、1つ目が銀行には近づくな、こちらになります。これね、こういうには大きく2つの理由があるんですよ、はい、まず1つ目はさっき言ったみたいに、定期預金は超低金利だからです、まあね、さっき言いましたけどね、あの今のみずほ銀行の金利いくらかご存知でしょうか？0.002% ぐらい。おお、 0.002% ほんまに当ててきた。びっくりした今。そうなんです、 0.002% だったな。そうなんです。これやらせじゃないからな。やらせじゃないからね、本当に。将来が不安だからってお金の運用したいっていう人にとってね、はい、この金利はちょっと厳しすぎますよね。手厳しい。手厳しいでしょ、うん、かといって投資は不安、お金は安全に持っておきたいっていう人もいると思うんですよ。リスクは負いたくねえと。そんな人におすすめなのが国債になります。なるほど、国債か。そうなんです。これ個人向け国債、具体的に言うとね、個人向け国債。僕ね、はい、国債ってあんまり知らないんですよね。そうなんですか。これね、国債っていうのは国の借金を肩代わりしてるような制度になります、はい、相手が国なんで、はい、銀行よりもさらに安全なんですよ。あ、まあね、国がね。そうです。国と銀行どっちが先に潰れるかって、うん、絶対銀行の方が先に潰れます、ね、国が潰れるってもうもはやもうやばいでしょ、ね、相当なレベルなんで。もう世紀末やん。ヒャッハーって言わない限りさ、国潰れない。ヒャッハーが来ない限り大丈夫なんで、だからそんだけ安全ってことなんですよ。でしょ、国潰れると一歩だよね。やばいですよ、うん、しかもね、これ銀行より金利高いんですよ、国債っていうの。今、現在の変動型金利、10年満期で 0.16% なんですよ、はい、さっき 0.002% だったじゃないか。あ、確かにね。それが 0.16% まで増えてるんですよ。なるほど、全然違いますよね。さらにこれ国債って元本保証なんで減るリスクもないっていうふうに言われてるんですよ。もうまさに安全。つまり銀行に預けるより得してさらに安全ってことなんですよ。でもこれオールインでしょ。もうそうなんですよ、国債オールインじゃないの。こんなん絶対やった方がいいやんって思うじゃないですか、うん、え、じゃあなぜみんなやらないのと思いますよね、うん、なぜやらないか。正直って目覚めてるって。みんな目覚めてる、うん、往復ビンタしたくない。なんでやらないのかっていうと、知らないからなんですよね。そうだね。そうなんですよ。まあ言ってる俺も知らないけど。知らなかったけど。僕もね、もう
オールインで国債だろこれって思いますよね。皆さんちょっと興味湧いたらこれで興味湧いたらぜひねもっと細かく調べてみてください。なるほど、はい、変動金利型10年満期っていうのがいいらしいです。これが一つ目の理由、銀行はには近づくなっていう一つ目の理由が定期預金は超低金利高いとですね。で二つ目の理由が最悪の商品を買わされるから、これはねこちらになります。まあさっきの国債の話したじゃないですか。じゃあ国債買おうってなりますよね、うん、でどこで買うかっていう話なんですけど、買おうってなった時に銀行で買ってはいけないんですよね、はい、っていうかお金を正しく運用したいなら銀行に行ってはいけません。めちゃくちゃやね。もうこれはね著者言い切っております。だってさ、はい、銀行って金扱うところじゃん。そうなんですよ。僕たちの給料も銀行に入るじゃん。そうですよね基本はね、うん、でも銀行に行くなって言ってるんですよ。どういうことかっていうと、銀行で売ってるような投資の商品っていうのは手数料の高いダメダメ商品しかないからなんですよね。言ってしまってるね。そうなんです。これまあ本質を言ってしまってるね。もうねもうズバズバいきますよこの著者は、まあ、唯一の例外が国債なんですけども、その国債ですらもう銀行で買うなと言ってるんですよね。唯一の例外が国債ですが、しかし国債を買おうとして銀行に行くじゃないですか。行ったら銀行にとって利益の少ない国債を売りたくない銀行員はですね、日本は巨額の借金をしているのに国債でいいんですかとか言ってね、こう無駄に不安を煽ってくるんですよ、はい、ほんで手数料の高い別の商品売ってこようとしてくるんですよね。なるほど。これちょっと気の弱い人やったら、え、じゃあやっぱ国債やめとこうかな、違うの買おうかなってなっちゃうんですよ。でもそういう時に国債って言ってないんだね。そういうことです。もし銀行に国債ってまあそういうねやっぱり度胸のある人ばっかりじゃないと思うんで、なんで銀行には行かない方がいいです。銀行員の年収ってめっちゃ高いじゃないですか。800万とかありますよね。あれなんであんな給料高いかっていうと、無知な素人から吸い上げたお金なんですよあれ。サクさん、はい、ここはシビアだなここシビアだな。銀行員の年収が高いのは、うん、無知な素人から吸い上げたお金だからです。でもさ、銀行員の方々、はい、悪徳商法みたいになってるじゃないですかまあ言い方悪いとね、その悪徳やあいつらってなるんですけどまあまあもうそんくらいだというふうに著者は言ってるんですよね、うん、じゃあどこで買えばいいんですかって話じゃないですか、うん、銀行以外でどこで売ってるんですか。それがネット証券になります。今時ですよね。そうなんです。もうネット証券なんですよ。ゴールデンスタンダードですね。 SBI 証券とか楽天証券とか、もうそこに自分のアカウント開設して買えと言ってるんですよね。そして買うなら個人向け国債の変動10年型がおすすめだよというふうに著者は言っております、まあ、正直ね国債っていうのがね、はい、本当にこう年度変利がね、年度金利がちょっとこうね、はい、安定してるんで、そうですね、元本割れも保証してくれるってことだから、もうそういったら買わない理由はないですよね。そうなんですよね、まあ、この辺ちょっと皆さんもね一回調べてみてもらって、もうぜひね買ってみてください、はい、だからまず銀行には行くなってことですね。なんせ、はい、ネット証券作れということでした、はい、これが一つ目のトピックです。で二つ目が投資信託を買え、こちらになります。国債買おうって今言ったんですけど、うん、とは言ったものの国債の金利も、まあ、言っても低金利じゃないですか。まあね、はい、ちょっとパワー劣るよね。そうなんです。 0.16 とかなんで、うん、500万を倍の1000万にするのにも200年かかります。これ輪廻転生できる次のそう次の人生来世に行きたいみたいな。そうなんです、ね、まさに倍にするのにはそんなかかっちゃうんですよね。200年いや来世どころじゃないな、来世くらいか確かにね、来世くらいですね、うん、もっとお金を運用して資産を増やしたい、老後の心配をしたくないっていうね、そんな声聞こえてきそうですよね、はい、そんな人におすすめなのが投資信託になるわけなんですよ。全く投資に馴染みのない人はもうなんか投資信託で聞いただけで、もうなんか怖いみたいな不安になっちゃうと思うんですよ。大丈夫だよ大丈夫、まあ、その感じ分かるんですけど安心してください。本当に株式投資って聞くと、まあ、多くの人はパソコンの前にかじりつきながらな買ったり売ったりとかね、そんなイメージだったりとか、リターンも大きいけどリスクも相当大きいみたいな、なんかねもうデイトレーダーみたいなね、そうもうパソコン3台ぐらい置いて、そう買い売り売りとかやってるイメージあると思うんですけど、これね間違いなんですよね。そのイメージは投資っていうかトレーディングです。さっき高橋さんが言ったようなデイトレーディングなんですよ、うん、これはね素人には向かない特殊なゲームなんです。そうですね、車の免許しかないのに戦闘機で空中戦やるみたいなもんなんですよ。もう秒で死んでます秒で死ぬとか多分エントリーできないそもそもね、だからそういうイメージはまずもう省いてください、はい、そうじゃないんですよね。素人がやるべきなのは投資信託なんですよ、はい、トレーディングじゃなくて、これは投資信託っていうのはプロに運用してもらえて手軽に分散投資ができて比較的安全なもの、これが投資信託なんですよ、はい、すごいなんかいいイメージ湧いてきたと思うんですよね。しかしこの投資信託も5000種類くらいあって、中にはクソみたいな商品も結構あるんですよ。クソにも劣るハエにたかるような商品もあるってことですね。そういうことです。そういう商品もあるんですよ。
そんな中ね、もう5000種類ある商品の中からどれを選べばいいんですかって話じゃないですか、はい、分かんない、教えてくださいよ先生、はい、っていうところでお金のプロ山崎先生がおすすめしてる商品が2つあります。当てていい？お願いします。 S&P500 と、なるほど、全世界株式インデックスファンド、いやオールカントリー、いや高橋さん詳しいっすねこれね、まあ、この本自体が結構前の本なんですよ、はい、5年ぐらい前の本かな、5年前かな、んでその時代では上場インデックスファンドトピックスと日清外国株式インデックスファンド、この2つがおすすめですよと。ただね、まあ、ちょっと昔の情報なんで、これは5年前の情報でしょ、まあ、5年5、6年前の情報で、まあ、ポイントなのは、まあ、この株もそうなんですけど、インデックスファンドっていうのがねポイントなんですよね。そうですね、そうなんです。素人は間違いなくこのインデックスファンドを買うべきなんですよ、はい、これなぜかと言いますと手数料がめっちゃ安いからなんですよね。激安なんですよ。手数料が安いのに高い商品と比べて遜色ないんですよね。でインデックスファンドっていうのはいろんな企業の株をひとまとめにしてるんで、お弁当みたいな感じ、お弁当みたいな感じです。お弁当、まあお弁当みたいな感じで、仮にその中の一つの企業の株が下がっても他が上がればその分上がるんですよ。まあ一個腐ってても他は食えるよみたいな感じですよね。一個腐ってるとだいぶ弁当買って一個腐ってたらクレームもいいクレーム出すとちょっとまあ例間違えましたねまあなんせね一個下がっても大丈夫なんですよ。平均で 5% くらいお金増えたりするんですよね。マジで今聞いてました、 0.002% とか国債で 0.16% とか言ったじゃないですか。これ 5% ぐらい増えるって言ってるんですよ。だって100万じゃ仮に預けたとするじゃん、はい、年間5万くらい。そういうことです。年間5万、うはうはでしょ正直。いやもう年間5万ってもうちょっとそうなんですよ、身震いするわ。まあ正直ね、これ聞くとやっぱリスクもあるんでしょって思うかもしれないですよ。まあ確かにリスクはゼロじゃないです、ゼロじゃないんですけども、さっき言ったみたいにインデックスファンドっていうのはいろんな企業の株ひとまとめにしてるんで、1個下がったとて他がカバーしてくれるんですよ。で平均 5% ぐらいいけると。これ全部下がって平均 5% ぐらい下がるっていうのはほんまもうね世界滅亡の危機ぐらいで思っておいてもいいと思います。なんで大丈夫です、大丈夫なんです。なんで皆さんこの辺ね、ちょっと投資って聞いて尻込みしてる人もいると思うんですけど、勉強する価値あり、そういうことですよ。なんなら、はい、今この日本において、はい、勉強しない理由がないというか、そういうことなんです、ね、むしろやらないと沈没、そういうことです。日本沈没、日本沈没です。なんで皆さん投資信託買いましょう、勉強してみてください。ということで最後チラッとまとめさせてもらおうと思うんですけど、じゃあ何買えばいいんですかというところで、ネット証券で個人向け国債とインデックスファンドを買いましょう、はいはい、こちらになります。今回のまとめです。まあもっと細かい話はこの本買っていただくか、まあ、お金関係のチャンネルっていうのもいっぱいあるんでね今ね、はい、僕たちのチャンネルであんまりお金関係の話はしないんですか？あんまりしてきてないですね、うん、まあまあちょっと趣旨がずれるかなってことで、まあたまにやってますけどね、あのファイヤーの本とかやったりしましたけど、ね、ファイヤーとかやったね、はい、そうなんですよ。チラチラぶち込んでいくんですけど、まあかなり詳しい人がいっぱいいてるんでね、その人のチャンネル見ていただいて勉強していただければなと思います。わかりました、勉強する価値ありです。みんなこうお金の勉強して豊かになろう、愛してるよじゃあ本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。